付け加えることは？あの、規律を破りアラビーを失ったとはいえ、ラッセル・アドラーを確保できたことは大きな収穫です。そうだな、ハロウ。アドラーを捕らえたことは良しとしよう。ラッセル・アドラーはパナマで裏切った。おかげでウッズ君までそんな体になったんだ。なぜ彼はクエートで君にメッセージを？ビショップがルークを取る、どういう意味かな？さっぱりだ。それではハロウ君の曖昧な報告とアドラーに関する情報の隠蔽を考慮し、君たちは活動停止だ。冗談だろ。ふざけるな。ハロウ君、君は厳しい立場にあると思いたまえ。俺やアドラーのような人間がいなかったら今頃みんなロシア語を話してたぞ。冷戦はもう終わった、ウッズ君。要するに君とラッセル・アドラーは時代遅れの最後のガンマンに過ぎない。それをよく考えてみるといい。以上は解散。5分後にオフィスへ。これ以上の詮索はやめるべきだ、マーシャル。自画自賛かしら。まだ持ってたのか。トラウマ以外の思い出も大切。なぜ集まったんだ。隠してるから。何を企んでるのか教えて。よく考えろって言われたからな。ほら、ちょっと旅行して自分と向き合う。聞いて。私もできる限り尻拭いはするつもりだけど、また何か問題が起きたらかばえない。了解した。一つ借りだ。一つ？十個じゃない。トロにお願いが。無茶はしないで。努力はする。ビショップがルークを取る。ウッズはすぐに理解した。アドラーは場所を示していたんだ、国会のどこかを。15年前、ウッズとアドラーはブルガリアにある KGB の隠れ家を発見したそうだ。そこの呼び名はルーク。去年アドラーが姿を消す前、あいつは危険な準軍事組織の噂を追っていた。その組織は CIA 内部から指令を受けている。アドラーはファンテオンが新型兵器を開発していると睨んでいた。そして他に類を見ないものを解き放つ計画があると。その後すぐアドラーを有罪にする証拠が浮かび上がり、あいつは逃走した。ここにや。ここ数日で分かったことが全てを変えた。アドラーについて何を信じればいいのか。リビングストンや CIA についてもジェーンと連絡を断つべきかわからない。ウッズの言う通り内部情報は貴重だが、 CIA にバレたら狙われるのはジェーンだ。アドラーが俺たちをここに導いた理由は一つ、パンテオンの攻撃を事前に阻止する。そのためにはアドラーを取り戻す必要があるとウッズは考えている。アドラーは手がかりを残した。まずはそいつに会いに行く。計画は頭に入ってるな。セバティ・デュマ、こいつに会うんだ。アドラーが彼女と接触した理由は未だに不明だ。そいつは信用できない。アドラーも疑っていた。まあ分かってるのはパンテオンの一員だってことだけだが。誰を信用できる。デュマはアバロンでケースと会うことに同意したんだぞ。おいおいおい、どうした急に偉そうにしやがって。先にアドラーを見つけるべきじゃないのか。そうさ、だからミュンヘンでお前の旧友に会ってくる。旧友？
まさか。ムカつく野郎なんだが、腕はいい。背に腹は変えられんからな。そいつが本当に有能なら、ケースが戻るまでにアドラーを見つけるだろう。奴がリビングストーンに占められてなければな。詳細はボードに示しておいた。出かけるから何かあるなら早めに言え。アドラーはセバティ・リバの情報を残さなかったが、アバロンのことなら俺も少し知ってる。腐った金持ちの遊び場だ。犯罪組織が町を牛耳っている。誰もが蹴落とす相手を探してるんだ。連中はカモを決めたらセバティのような女を雇うのさ。あいつはギルドの一員だった。アバロンで最も強い勢力の一つだな。今はフリーだが、セバティはアドラーに雇われファンテンを追っていた。お前は今夜その仕事に同行しろ。ファンテンを直接追いかけたい。セバティを仲間にできるかもしれないしな。お前は彼女に便宜を図るわけだが、あまり気を許すなよ。信頼は築くものだ。通話するらしい。そいつを盗聴する。通話が終わったらヤニックを始末しろ。そうすれば本命のターゲットを引きずり出せる。だがまずはヤニックからだ。教会の小塔からヤニックのヨットが見えるはずだ。教会の中で部下が金を数えている間、やつはパーティーを楽しんでいる。ヤニックが扱うのは武器、薬物、女、金さえ出せば何でもだ。噂によるとパンテオンはギルドと関係を持ちたいとか。だからヤニックは探りを入れてる。奴は事の発端に過ぎない。本当の楽しみは奴を排除した後、本命に接触できるようになってから始まる。ヨハン・エス・サイディに。お前が失敗すれば分かる距離にいる。ケース、お手並み拝見といこう。小刀に向かえ。やり方は問わない。ステルスでも力技でも、とにかく行け。やるな。泳ぐのもありだ。警備を避けられる。ピッキングはできるんだろうな。アドラーが追っていたパンティオンの情報をつかんだら、私はギルドに宣戦布告する。奴らは潮時だ。以前奴らのために働いていた時に気づくべきだった。にいた頃、ヤニックのパーティーには興味がなかった。その場に溶け込むいい練習になったけど、奴の目に留まった女は長い夜を過ごす。今夜は例外だ。
窓が開いている。2階に登れそうだ。2階の鍵がかかったドアを通り抜ければ消灯に上がれる。まだ祭壇にある。ヤニックはいつ取りに来るんだ。祭壇の近くに現金の山がある。パンティオンからギルドへの頭金だろう。ヤニックは武器を運ぶテストをするはずだった。消灯への扉は教会の2階にある。念のため拾っておけ。パンティオンがヤニックに電話をかけてくる。ケース、忘れるなよ。奴の会話を聞くまで引き金は引くな。パンティオンとの関係を確認する必要がある。ヤニックはパラソルのそば、上のデッキの左側、女に囲まれてる。前金は受け取った。まだ部下が数えてる。全部そこにある。覚えておけ。この取引は一回きりだ。 CIA と関わるつもりはない。お前のパンセオンともな。今夜送るんだ。分かったな。おい、条件が違うぞ。今夜だ、ヤニック。妙な気は起こすな。つまりパンテオンと CIA には何らかのつながりがある。目的は果たした。狙撃しろ。お前は腕がいい。ケース、SID が動き出したらしい。やつが私の本命だ。公衆電話に戻れ。白いバンで迎えに行く。警備が来るぞ。ヤニックが撃たれたと聞いたんだ。やるぞ。逃がすなよ。運河を渡らせるな。警察が来るぞ。急げ。ギルドはお前を許さんぞ。始末してバンまで来い。ひとまず安全そうだ。ケース、行くぞ。 SID がシャトードラ砲取りで緊急会議を開いて繰り返す。緊急会議のためにシャトードラ砲取るまでは SID に会いに来い。おい、音を下げろ。パンテオンとの取引を進めるかどうかの話し合いだ。あれはガブリエル、味方だ。セーフルームを使う。問答無用。奴らがシャトードラ・ホートルーンで会議を招集した。パンテオンとの取引の件でギルドの幹部が出席する。私は金が欲しい。だから会議に押しかけてやろう。シャトードラ・ホートルーンだ、急げ。
ギルドはレストランを封鎖し、2階のセーフルームに集合するだろう。ドアは内側からしか開けられない。それを開けるのを手伝ってくれ。まだ数分ある。着替えるには十分な時間だ。上出来だ。ギルドの警備にぴったり。個人的にはギルドを潰してやりたい。パンテオンは大負けみたいなものだ。ここが目的地だ。2階にあるセーフルームの控室に行け。警報が鳴るだろうが大丈夫だ。ギルドはお前を知らない。だから降伏してごまかすのが最善手だ。中に入ったら私の合図を待て。中でパンテオンと会っている。急げ。揃いも揃って、クズどもがセーフルームで会っている。中でもエッサイディが一番クズだ。もし奴を取り逃がしたら、お前たちの仲間になる話は断らせてもらう。ヤニックのことは聞いたか？ああ、突然のことだったらしい。教会にいた奴らもやられたらしい。取引は中止か？さあな、今パンテオンと話してる。だから言ったろ、パンテオンは疫病神だって。あのワインはまずかったのに、なんで飲みすぎたんだろう。してくる。早く戻ってこいよ。ここにいろと言われたんだ。セーフルームにはレストランの奥から行ける。2階だ。誰と会議してるんだ？ CIA の関係者らしいが、よく知らない。あいつらは信用できない。ああとにかく俺はこのボトルを開けたくてたまらない。ケース、控室へ向かえ。警報を作動させろ。準備しておく。私の合図を待て。まだだ。予定が早かったんだ。今夜中に送ってくれ。お前ら CIA はドイツも同じだな。それにこいつもトラブルメーカーだ。何かあったのか？来客があった。ライオンの巣に乗り込んできたのさ。たった一人で。招かれざる客だ。ライバルの手先かもな。あるいはパンテオンが騙そうとしているのかもしれない。エッサイディ、よくしてやっただろう。真実を知る方法は一つじゃない。来客を見せる。ほらよ。ケースじゃないか。ずいぶん遠くに行った。この男は非常に危険だ。殺せ。アミナタ。
てても許さないと。銃を持ってる。片付いた。ケース、お前は約束を果たした。アドラーは正しかったな。パンテオンの背後に CIA がいるようだ。謎の兵器はアドラーの間違いだという。そろそろお前の隠れ家を見せてくれてもいいんじゃない。